セベルスクの入り口にある検問所。ロシア国民でも立ち入りは規制される、閉鎖都市、または秘密都市とは、都市についての情報の開示や出入りが厳しく制限、されている都市である。第二次世界大戦中や、第二次世界大戦後に、米国やソ連などの国家は、核兵器や化学兵器の開発を行ったが、兵器の秘密を保持し、開発をしていること自体を秘密にしたり、また、 軍事基地の秘密を守るなどの目的で閉鎖都市が作られた。アメリカ合衆国が核兵器開発のために秘密都市を作ったことをソビエト連邦側が察知し、それを模倣し作るようになったともされる。閉鎖都市は核兵器開発や化学兵器開発などといった国家秘密に関わるような特定の目的のための都市であり、その住民は主として 核兵器製造や化学兵器製造、あるいは何らかの軍事活動に従事しているものや、その家族である。通常、都市というのは、出入りが自由であるが、閉鎖都市は、多くが、フェンスや壁など、出入りの障壁になるもので囲まれており、検問所や何らかのゲートのようなものが設置され、立ち入ることが厳しく制限されており、一般人は、立ち入ることができない。立ち入ることができるのは、 極めて限られたものだけである。また、閉鎖都市ではしばしば、住民が都市の外に出ることも、無制限というわけではなく、何らかの許可や手続きを必要とするものも多い。住民が転出することも、陰に火に、様々な形で、制限されたり、それをしないように当局から圧力がかかったり、それができた場合でも、当局から監視の対象になることも多く、そのような理由から、 その都市で生まれた子供は結局多くが、生涯その都市で暮らすことになる、という。閉鎖都市の中には、都市の存在を地図に掲載しない、上空の飛行制限を行う、閉鎖都市につながる道路を封鎖する、郵便支所箱の番号を、都市の名称代わりに用いるなどの方法で、その都市がこの世に存在することすら、できる限り秘密にされているものがある。そうした意味で、閉鎖都市は、 秘密都市と呼ばれることもある。現在のロシア、現在の CIS 諸国には多数の兵士都市がある。アメリカとロシアだけで合計しても、現在でも30ほどの秘密都市が存在すると研究者やジャーナリストによって言われている。ソビエト連邦の兵士都市には大きく分け2つのカテゴリーがあった。ソビエト連邦は第二次世界大戦後の1940年代後半より、 ヨシフ・スターリンの指示により、核開発などのための特別な都市を秘密裏に建設し始めた。特に軍需産業や原子力産業が存在する閉鎖都市は、西側陣営の爆撃機による攻撃を避けるため、内陸部に存在し、大量の水を必要とする原子力産業や重工業を成り立たせるために、大河や大きな湖のそばに設けられた。 居住している住民は関連施設の関係者か建設業者に限られていた。さらには、軍事上重要な都市への旅行も制限が課せられるようになった。外国人のみならず自国民や地元住民も、閉鎖都市には自由に旅行できず、滞在には当局の審査を必要とした。地元住民も外部に情報を漏らすことは許されず、場合によっては KGB による 摘発の対象にもなり得た。公式には住民は存在していないことになっており、厳重な警備体制が敷かれていた。道路標識に都市の位置は記載されず、一般人が使用する鉄道やバスの路線図にも記載されていなかった。他にも文書の検閲等の厳しい制限が課せられるため、住民は20%増しの給与を受け取っていたほか、他都市では、 不足していた食料品などの物資も供給されるなどの恩恵を得ていた。例えば、カリーニングラード州全体が外国人のみならず居住者ではないソビエト住民に対しても旅行が制限されていた。セバストポリとウラジオストクもソビエト海軍基地があったため、同様に国内旅行者も制限されていた。軍需産業が集積するゴーリキー、戦車生産の中心。 ペルミ、ミサイルロケット開発の中心であるクイビシェフといった大都市も閉鎖都市とされていた。アンドレイ・サハロフの流刑先としてゴーリキーが選ばれたのは外国人特派員が接触できないようにするためだった。閉鎖都市にはソビエト連邦によって建設された秘密都市、ゼー、ゼーが含まれている。これらは学術目的、科学研究目的で建設され、 長らく地図にも載らず、正式な地名もなく暗号名で呼ばれていた。閉鎖都市の多くは、ソビエト連邦の崩壊後に廃止されて無人化、廃墟化するか、もしくは解放された暗号名に変わる正式な地名が付けられた。閉鎖都市に関する法律として、ロシア連邦では1992年6月14日に、閉鎖行政領域帯に関するロシア連邦法が制定されている。 2010年1月1日現在、この法律の適用を受け閉鎖都市とされる都市の数は42、人口の合計は約130万人である。座トは、ソ連崩壊後の現在も特別な行政組織になっており、居住者や関係者以外の立ち入りは規制されている。また、現在公表されている42の座ト以外にも、約15の確認されない都市があると考えられている。 ロシア原子力エネルギー省の命令で今日に至るまで、まだ閉鎖されている都市は、核開発に関わる雑踏が多く、スベルドロフスク州のレスノイシとノボウラリスク市、チェリャビンスク州のオジョルスク市、スネジンスク市とトリョフゴールヌイ市、ニジニノブゴロド州のサロフ市、トムスク州のセーベルスク市、ペンザ州のザレーチヌイ市、クラスノヤルスク地方のゼレノゴルスク市とゼレズノゴルスク市などがある。 各開発以外に関わる座踏としては、宇宙開発関係のアムール州のツヨルコフスキー、ICBM 基地が置かれていた、トベリ州オジョルヌイ、潜水艦基地がある、カムチャッカ地方ビジチンスクなどがある。ロシア国防省は30から90の町や市を閉鎖していると言われるが、公式なリストは機密である。閉鎖都市のいくつかは、外資の投資のためには開かれるが、外国人の旅行は、 許可がななければできない外国人に解放される例としては、核技術流出阻止のために、アメリカ合衆国エネルギー省国家核、安全保障局と、ロシア原子力エネルギー省が、サロフ市、スネジンスク市、ジェレズノゴルスク市で共同で行う、核開発都市イニシアティブなどがある。冷戦の終結と、ソ連崩壊に伴って、核兵器の需要が減少すると、 これまで軍事目的の原子力産業を基幹産業としてきた多くの閉鎖都市は不況に陥り治安も悪化した。そのような都市は現在では平和目的の核物質を生産するほか原子力に関係しない民間用の一般工業製品の生産を行っている。閉鎖都市の数は1990年代半ば移行急速に減少している。しかし、 2001年10月30日より、北方の都市、ノリリスク、タルナク、カイエルカン、ジゥディンカ、イガルカへの外国人の旅行が規制された。これらの都市に旅行しようとする、ロシア人も旅行許可が必要となった。カザフスタンでは、ロシア連邦の管理する2つの閉鎖都市が存在する。バイコヌール宇宙基地のあるバイコヌールと、セミパラチンスク核実験場のあるクルチャートフである。 ウクライナでは国会艦隊の基地があるセバストポリやミサイルの製造拠点ドニプロペトローシクが1990年代半ばまで閉鎖されていた。このほか1970年には当時のソ連によってチェルノブイリ原子力発電所やその従業員の居住地として建設されたチェルノブイリやプリッピャチも閉鎖都市であったが1986年の チェルノブイリ原子力発電所事故により、プリッピアチに許容量を大幅に超える放射能が降り注ぎ、住民は全員避難させられ町は放棄された。エストニアでは近年まで、ッテアマエ、パルディスキの二つの閉鎖都市が存在していた。シラマイにはかつて、ソビエト連邦の原子力発電所や各、兵器施設用に燃料棒や核物質を製造する、化学工場があり、 1991年にエストニアが再独立するまで閉鎖都市であった。パルディスキにはソビエト海軍原子力潜水艦訓練センターがあり、1994年にロシア海軍が撤収するまで閉鎖都市となっていた。スウェーデンでは近年までゴットランド島を中心としたゴットランド県では一般人の立ち入りが制限されていた。ゴットランドでは中世以来、 要塞であり、冷戦期は軍事基地であった。スウェーデンは東西冷戦では中立の立場であったが、潜在的に親西側であり、基地のあったゴットランド島は東側との最前線の場所に位置していた。アメリカ合衆国でも特に核兵器に関して同様の機密都市を建設することがある。マンハッタイ計画による原子爆弾研究、製造の拠点として、 1943年に、オークリッジ、ロスアラモス、ハンフォードの三つの都市を建設している。いずれも、都市の建設前は大規模な人口密集地は存在していない。オークリッジとロスアラモスは、街頭地区とその周囲に農村地帯が点在しているだけだった。その居住していた農民たちから、アメリカ陸軍が半ば強制的に土地を収容。 最終的に応じないものは強制排除した。オークリッチやロスアラモスといった現在の地名は付近に過去に存在した地名から命名された。ォードはそれ以前から同盟の漁村が存在していたが、やはり政府によって強制的に土地を収容され、立ち残されている。建設当初はソ連同様正式な地名としての都市名は存在せず、オークリッチはサイト X。 ロスアラモスは、サイト Y、ハンフォードは、サイト W と施設名で呼称された。また、個々の施設もその目的や用途、機能を陰得するため、S-25、Y-12 といったコードネームで呼ばれた。しかしこうした、一区名称を使うことはかえって、周囲の興味を引くという考え方から、土地収容前に存在した地名や、近隣に存在した地名などを当てがった。 しかし地図に、それらの施設が記載されることはなく、実際に、そのような都市、施設が存在しているかどうかは、一般市民は元より政府、軍関係者でも一部のものしか知らない事実だった。ソ連との最大の違いは、民間の大企業が関連していることである。当初こそ、クリントンエンジニアワークスと呼ばれる、存在そのものが目的である偽装会社が、設立されたが、 資本主義経済のアメリカではプロジェクトが大規模になるに、連れて施設建設や資材、部品の供給などに民間資本の参加を必要とし、もともと軍需産業を手掛けていたゼネラルエレクトリックやウェスティングハウスといった企業が参加するようになった。マンハッタイ計画が終了した1947年以降、オークリッチとロスアラモスは存在自体の秘匿対象から外れ、 正式な地名、自治体として公表された。しかし、依然として、施設の内容などは秘匿された。また、住民の管理も続き、さながら、ソ連型社会を思わせるかのような居住統制が行われていた。また、人種差別もあえて強まるように指導され、1950年代から1960年代にかけて強い反対運動が展開された。 これらの都市が完全に解放されるのは冷戦の終結を待つことになる。一方、核燃料や核廃棄物の再処理施設として建設されたハンフォードはハンフォードサイトと呼ばれ、現在も核施設の労働者以外は基本的に居住せず外国人の立ち入りも制限されている。核燃料の冷却などに使われた低レベル放射性廃棄物に相当する廃液は コロンビア側に放流されていた。また高レベルの放射性廃液を貯蔵するタンクが建設され、後に地中に埋められたが、老朽化により漏れ出し、地下水や土壌を汚染している。この問題について、連邦政府は1988年から浄化計画を進行させているが、順調とは言い難い。核兵器開発の目的で作られた都市である第9学会が存在し、 北西核兵器研究設計学会211工場とも呼ばれている。また、大連市の旅人口区は中国人民、解放軍海軍北海艦隊の基地があることから2009年まで全域が制限区域とされていたが、現在は軍港周辺など一部を除き解放され、外国人の旅行ができるようになった。戦時下の毒ガス開発の島として、瀬戸内海の島で、 広島県に属する多くの島が戦前は地図から消されていた。在日米軍基地においても空軍の施設のほかに軍関係者の家族のための住宅、学校、ショッピングモール、郵便局などが設けられた居住区があり、居住区には米軍の ID がないと入れないため閉鎖都市のようになっている。居住区も米国の町として整備されており、アスプス、A、A&W、 タコベル、ダンキンドーナツなど、米国本土で展開する店舗が特別に設けられている。米国仕様の映画館もあり、米国本土と同じタイミングで新作を鑑賞することができる。ありがとうございます。